はい、今日は金目鯛お刺身にしていきまして、たまにこういうタグがついてるのいるんですけど、大体これブランド金目、水揚げした地域でこのタグつけて出荷してるところがあるんで、まあ大体いいやつについてますね。これ千葉外房ですね。御宿とか天津小湊とかその辺ですね。この辺の金目鯛はね、小ぶりなんですけど味がいいで、まあ身がピンク色してて美味しいんですよね。なんでまあ値段も高いっていうのが特徴ですね。じゃあ、さばいていきます。ヒレですね。ヒレを切って、鱗を引いていきますと。はい、じゃあ鱗引いていきます。で、鱗を引くとき使うのこれ鱗引きね。まあいろんな形のあるんですけど、何でも大丈夫です。でね、これね、その真横に動かすと鱗は結構飛び散るんで、こう円を描くようにしてあげると鱗が飛び散りにくいですね。で、これね、水流しながらついついやりたくなるんですけど、まあ水はなるべく魚に当てない方が魚が水っぽくならないよっていうね、ことで、まあ、水流さずにやっぱ最後に流してあげるぐらいがいいんじゃないでしょうか。はい、で、鱗引けたらこの顔ね、顔の周りにも結構鱗残ってるんで、この辺もしっかり引いてあげてください。と頭と尻尾とかこの辺残りやすいんで、綺麗に引くようにしてあげてください。で、鱗引き終わったら水で洗い流します。はい、鱗引いたら、布で、まあ、水気取ってあげてさばいていきますよと。で、まあ、包丁で最後鱗が残ってないか確認してあげて、で、金目鯛はここがね直線なんですよ。この胸びれと腹びれのなんで、まあ、ここでバスって、頭は食べれる身が結構残ってるんで、こういう感じでハスに斜めにこうこっちに入れてあげるって感じですね。こんな感じで包丁入れていきますと。で、キンメダイは骨が柔らかいんで比較的ね力はいらないですね。で、へそから腹割って、で、まあ、そのままこう内臓を取れるん で内臓を取ってあげると、まあ血合いとこのねお腹にね黒い膜が残ってるんで、これね気持ち悪いんで、よく洗って取ってください。もうだからなるべく水洗いする前に取っておいて最後水洗いすると。はい、洗っていきます。はい、お腹洗っていきます。これまあ血合いをきれいに落としてあげてください。で、血合いを洗って、このお腹の黒い膜もきれいに、取ってあげてください。はい、金目鯛洗ったら、まあ、水気拭き取って、で3枚におろしていきますと。3枚におろすときは他のお魚と一緒ですね。お腹から包丁入れて、背中から入れてって感じですね。でね、お腹側はまあ問題ないんですけど、普通にこう包丁入れてってあげればいいんですけど、背中側ですね。金目鯛ってね、骨の形がねこの辺から急になくなるんですよ。ここにヒレの付け根にこういう骨があって、急に骨が短くなるんで、そこをね、あんまり下に力入れすぎると下に抜けちゃうんで、それだけ気をつけてください。まあ、優しくね、やってあげればそんなに失敗することはないのかなと。ここっすね。ここでね、なんか感覚が変わるんですよね。
でもそれだけ注意すれば、あとは他の魚とは変わんないですね。はい、こんな感じですね。ここなんですよ。ここから骨が急に短くなる。みんなね、大体ここ下行っちゃうんですよね、初めての頃は。裏側も同じように下ろしていきますと。包丁で、骨を追いかけながらね、下ろしていってください。こんな感じですね。まあ、このここっすね。ここで大体みんな、このね、ここがなんかちょっと特殊な形なんで、ここだけちょっと意識してあげた方がいいかと思います。まあ、このあばら骨、カンバラ書いてあげて、で、まあ、キンメダイぐらいの大きさの魚はアジなんかやらないですけど、このままこう下ろしていくとここの身がとても大きくなっちゃうんで、これ半分に渡しちゃいますね。渡すっていうのはこのここに骨入ってるじゃないですか。ここにここで半分に割っちゃうんですよね、この中骨のところで。でね、この中骨は大体みんなお腹の方に残す場合が多い。ちょっと理由は知りません。まあでも、僕はね、これ流れに沿っていくと背中の方に残るんですよね。このちょっと身が割れる部分で残して、背中側に残しちゃってもいいのかな。で、背中側を骨をこのこうやれば取れていくと。これ別に骨抜きで抜いてもいいんですけど、刺身でちょっと身が削っちゃうじゃないですか。もったいないって感じるんですけど、刺身で食べる場合に関してはここね、若干筋っぽいんですよ、骨の周りって筋があるんで。なんでまあ削っちゃってもいいのかなと思いますね。で、最後このちょっと残ってる筋、ここも硬いんでこれ削っちゃいますね。はい、でここからお刺身にしていきますと。お刺身の仕方はまあ何種類かあって、そのまま生で刺身にする方法と、あとお湯を通して皮目を残す方法と、皮目を残して炙る方法と3種類あるんで、まあ、今回3種類作りますね。なんで、こっちは油脂もお湯に通してからお刺身にしますね。で、こっちは、炙ってお刺身。で、こっちは生でお刺身にしていきます。ではまず、湯引きからいっていきましょうか。湯引きにする場合は、皮がお湯、熱が通ると縮むんで、あらかじめこう皮に切れ目を入れておくんですよね。こんな感じで、そうするとまあ皮が縮んでも身は反り返らないっていう。焼き締も炙りにする場合も一緒ですね。あらかじめこう皮を切っておいてあげることで身の縮みが防げると、こういう感じですね。こっちは生で刺身にするんで、このまま皮を引いていきます。やりやすいことやってください。
まあ、包丁まな板に押し付けるようにして移動させてあげると、でこのね、この銀皮っていうんですけど、これをね残してあげる方が刺身って美味しいんですよね。これ銀皮って油なんで結構ここが美味しいんですよね。なんで、まあ、なるべくこう銀皮が残るように、皮引いてあげてください。はい、で、お湯沸騰したら、はい、塩ひとつまみ加えて、で湯引いていきます。でまあこういうね網、あと網みたいなのを使って皮目からお湯に落として、さっと落として氷水で取ります。こんな感じですね。さっと落として、で、はい、このまま氷水に取ります。氷水に取って、まあ湯して氷水に取ってあげて水気を切ると、まあこういう形ですね。表面にうっすら火が入るか入らないかぐらいで、まあこれも十分皮柔らかくなってるはずなんで、このままお刺身にしていきますと、焼いていきますと。これはね皮目だけ焼くん で、まあバーナーで炙ってもいいですし、こうやってなんか網温めてあげてそこに押し付けると。これはね焼いて氷に取る人と取らない人がいます。まあどっちでもいいです、僕は取りません。皮目押し付けてあげて揚げると、こんな感じですね。結構まあ皮がねどうしても弱いんでボロボロになっちゃうんですけど、まあ、この焦げた香りがお刺身にするととっても美味しいですね。はい、そしたらお刺身作っていきましょう。こっちで生、これは湯引き、まあ、お湯した湯しもしたやつですね。とこっちは焼き炙りですね、焼きしもしたものと。刺身の切り方は別に明確な決まりはないんですけれど、基本的にはね生で切る場合は尻尾の方から切っていくのが一般的です。で、まあ、頭の角度に合わせて切っていく。だこっち頭がこうだからこう包丁入れていくと、頭がこうだったらこう包丁入れていくと、こうかこう包丁入れていくと切って、でここである程度形を整えて持ってあげると、こんな感じですね。はい、次こちら湯引きでね、こう湯引きしたりなんだり焼き霜にしたりしたときは、刺身に切るときはこっちから切っていきます。こうやって切っていかないです。普段はねこっち皮目を下にしてこうやって切ってるんですけど、湯したときはまあ皮がずれちゃうんで皮目からこう切っていく場合が多いですね。でまあもしねちょっと見た目気にするんだったら端だけ落としてあげて、こっからこうやって切っていきますね。ちょっとねこうハスに角度つけてあげると結構綺麗に切れますね。こんな感じで、こっちは焼き霜、もう焼き霜はね結構皮がボロボロになっちゃうんで、もしバーナーでやるんだったら切ってから炙るっていう方法もありますね。奥が高くて手前が低い方が刺身っていうのは切りやすいですね。でこれも結構慎重に切ってあげないと、この皮が剥がれちゃうんで、こんな感じですね。でまあ尻尾の方はちょっと筋っぽいんで、まあ、つまみ食いしてください。刺身は、基本的には奇数枚で盛り付けた方が綺麗に盛れるよと、綺麗に盛れるっていうかそういう決まりだよと。すだちと塩とあとわさびってあげて、まあ醤油で食べて美味しくいただけるかと思います。はい、お待たせしました。